硬すぎて完成できない。僕はやばいですね、これ以上いったら、はい、なんでいかなかっためっちゃ顔ちっちゃくなってます。フェイスビートダンスっていう機械を違うんだよ。釣るところです。めっちゃきついです、ちょタイタニック的になってるけど。クマと、はい、重たい感じ、重たい感じ、グイグイ動かされるんで、おお、なんかすっごい硬いんですよね、ここが全然痛くないです。あ、よかった。あ、顎めっちゃシュッてしました。うん、わー、やるときにしましたね、しましたね、はい。噂の観覧の井上です。サカスです。リサー CQ 員の池本です。じゃあ最後コルギしていきます。お待ちかね、初コルギ、初コルギ、サーカスの初体験。今日硬いってワード何回出るんかな。硬い以外に見つからないです、言葉が。指が全然入らないです。首硬い方は鎖骨下やるとこの辺とか緩んでくるので、鎖骨結構しっかりめにやってます。これは何してるんですか。これは後頭下筋群緩めて、ここが硬いと首とか頭緩みがすごく悪いので、ここ先に緩めてから首も頭も緩めていきます。なるほど。硬い人これ頭がこうしばらく待っても全然落ちてこないんですね。頭が落ちてこないですね。本人済ました顔してますけど。来ないですね。首から緩めていきます。どうですか、サーカスさん。めちゃくちゃ気持ちいいですね。ビタイトなってたんで、これからですけど。厳密に言うとまだ始まってなかったというね。準備運動ぐらいの感じで。普段痛みないんですよね。そうですね、すごい首痛そうな感じがするんですけど、なんかすいませんって感じです。つまめないですね、京さんに言うと。突筋端がわからないです。痛くないですか。痛いです。痛いですか。これ痛い。コロギどんなイメージですか。いや、なんか痛そうっていうイメージ。いや、でも本当いわゆるコルギよりは全然ソフトですよ。揉まれる痛さじゃなくて、骨を押されてる不思議な感覚ですね。来られる患者さんとかも、もっと痛いかと思ったけど痛くないって。なので安心してください。すっごい手が温かいんですよ。熱いぐらい温かい。顔緩むと手足ポカポカしてきたって言われます。血流が良くなって。痛くないですか。めちゃくちゃ気持ちいいです。耳の周りはストレスとか溜まってる方めっちゃ硬くなってしまうので、耳の周り痛いって結構言われるんですけど。ストレスきてます。ストレスでした。痛くないですね。よかったね、ノンストレスで。ストレス発散は何かされてるんですか。特にしてないですかね。ストレスが溜まることを避ける。それが一番の。カンナさんの職場環境がかなりいいということで。ノンストレス。ノンス。喜んでいいのかな。後頭部が結構ガチッとしてますね。硬いっていうより張り付いてるような感じです。なんかうみってしたのが、なんか変って言われます。なんかある。なんかあ、そうです、なんかあります。皮膚と奥の骨とか筋肉の間になんかあります。なんかほぐしてもほぐしても触れない感じで、指が全然奥に当たらないです。グニって。でも痛くないってことですよね。はい、結構な力でやってるんですけど。すごいです。褒められたぜ。やった。過ぎて何も感じない状態になっちゃってるんですね。目が疲れてる方とかはここ気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいいです。頭蓋骨落としていきます。ここからコルギですから本番です。全然手応えが。そうですね、もう全然動かなさそうな。動かない。あ、硬すぎて完成できない。
ぎゅーっと押したら締まっていくような感覚があるんですけど、ないです。それはつまりどういうことですかね。硬すぎるということで。1回目で何も動かない方とかってやっぱいらっしゃるんですよね。あ、やっぱいらっしゃるんですね。いらっしゃいます、いらっしゃいます。で、2回目、3回目で徐々に動き出す。やってる方もたわみが出てくるんですよね。あ、弾力が出てくるっていう風な。で、受けてる方も前回と違うっていう風に。すごい硬い方は3回目ぐらいから結構ギューっていう感じが。あ今までの中でも硬い方です。余裕がないです。パンパンなんですね。パンパンです。お顔をギュッとしていきますね。はい、お願いします。頬の高さを高くしてるんですけど痛くないですか。はい。でも硬い。穏やかな顔だの。さぞ気持ちよがろう。どうなんか痛みとかは全くないんですか。気持ちいい。心地いい感触を目指して刺激を与えてるので正解なんですけど。痛くしちゃうと緊張するじゃないですか。筋防御が起きてしまって。なので矯正の時は痛み出さないように。聞いてる私の話。こっちも聞いてるし、こっちも聞いてる。どうした。ここがやっぱりすごい硬いんですよね。鼻の横も結構ストレス溜まるとむくんできてギューって打っちゃうんですけど、こことか割と痛かったりしますけど痛くないですか。全然大丈夫です。やっぱり痛みに強いタイプかもしれないですね。頭筋がやっぱりガチガチなので、エラが、うわ、そこは痛っ。これで、うーん、エラが気になってる方とかはやっぱり抗菌ガチガチなので、これ緩めると割とスッキリします。どうですか、ちょっと痛いですか。はい。なんで箱を押さえてくる。なんか喋るとみんな笑うっていう、何なのこの感想は。いや、めっちゃ痛かったっす。大丈夫なんですね。これ結構痛がられるんですけど、あんまり大丈夫そうです。ここ行きますね。ここはやばいですね。ここすごいですね、やっぱり。タップしてすごい硬いです。これ頭痛とかしないんですか、こんなに硬くて。大丈夫。硬い方って頭痛持ちの方が多いイメージなんですけど、あ、でも遅れてきました。いったでもこれは大丈夫なんですね。もうそれが限界って感じですね。これ以上いったら、はい、でもなんでいくのか。こっちの方がなんかありそうやなと思って。やっぱ目がすごい疲れてるんですね。これすごいですね。痛い。なんか嬉しそう。ちょっと嬉しそうに見えるんですけど、気のせいですか。嬉しいです。いや、その発言もどうなの。ギュッと引いてしまってきましたね。目が若干開いてない。それはあれ元々なんですね。あ、まぶたが短いので。寝る時とかもちょっと開いてるんですか。いや、なんか寝てる時は完全に開いてるんです、うん。半目じゃなく完全に開くんですね。はい、すごっ。ちょっと変なのつけてる。
いいですよね。サボってても目開いてるんで眠りと思われないわけですか、ね、経験がガチガチなのでここが伸びない。これ痛くないですか？大丈夫です。これすごいガチガチです。耳の下めちゃめちゃ硬いです。めっちゃ顔ちっちゃくなってます。肌色も形も変わりましたね、うん、お肌の色が全然違います。おめっちゃ弾力がある感じますね。うわ目が大きくなってます。目が勝手に開いてる。なんで起き上がらないんですか？起き上がった感じはいかがでしょうか？めっちゃ軽いです。なんかこの辺がはい、お体からチェックしていきます、はい、首を左右に振り返ってみてください。あ、左ちょっと触ってますね。まだでも痛みはないですか？右がだいぶ行くようになってますね。こっち左右に振り返ってみてください、はい、お、腰の動きがお、だいぶさっきより回ってますね。はい、釣りそうにならないです全然釣らない。大丈夫です。まだまだいけそうですけど、最初よりだいぶいいですね。はい、腕の動きもいきます。お、これが一番上がりますね。ん、これよりも上がってなかったですか？はい水平だったわけですよ両手の時そうです。お、あ、左はやっぱりちょっと硬いですけど、でもさっきより上がってます。続けていきます。おー、いいですね。グリコグリコもうちょっと上じゃないかもうちょっと上かな。でも先ここぐらいだったんで、タイタニックからちょっと進歩しました。進歩しましたね。ロカーもチェックしていただきます。お、目がやっぱり大きくなってますね。楽です、目開けるのが。目がすごいパッチリしてます、うん、目が楽です。ありがとうございます。ありがとうございます。口角も上がってですね。なんか触った感じはなんか全然違うんですよね。なんかいつもなんか緩い感じなんですけど引き締まってるフェイスラインのこの乗ったり感がなくなりました、うんうん、そうですね。お、すごっ、こんな動くのあ、すごい。ありがとうございました。お疲れ様でした。想定してたよりも良かったと思います。いや、そうですね。めちゃくちゃ気持ちよかったです。実際はこれは時間とか料金はおいくらになるんですか？コースは秒針球とフェイスビートダンスとコルギで90分のコースになってます。初回が 16,500 円に初診料の 4,400 円プラスして 29,000 円で初めての方はしてます。2万900円。2万900円。これぜひもっとたくさんの人に受けていただきたいんですけど、なんとかなりませんかなはい、じゃあ2万900円のところを9900円オフ1万1000円でさせていただきます。ありがとうございます。いいんですか？半額ですけど。ほぼ半額で。初回はどうなんですかね？それにさらに問診とか時間は増えるんですか？そうですね、最初カルテ書いていただいたりとかカウンセリングしたりとかでだいたい120分見ていただいて、まあ、2時間ぐらい取っといてくれればいいよと、はい、いう形ですかね、はいはい。まあ、ただこれはですね、動画見ましたとですね、一気予約された方限定の特典にはなります。で、まあ、詳細はですね、動画下の説明欄にリンクも貼っておりますので、こちらからお問い合わせいただければなと思います。で、吉田さんYouTube チャンネルも始められたわけですよ。美容の情報とかですね、情報配信されてますので、ぜひ説明欄にリンクも貼ってますので、そちらから遊びに行かれて、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、でこれからもこういった動画をお届けしていきます。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバーイ。張り付いた感じでも見たくはないんですよね。見たくないですね。痛覚が死んでるんじゃないですかね神経的な問題だったストレス感じないようにしてるじゃないですかね。痛み感じないように全て受け入れてます。受け入れ
ちゃアウトしてるんじゃなく、はい、受け入れてるんですね。消化した、はい、素晴らしい、素晴らしいですね。羨ましい。どんどんサーカスにツボっていってます。どんどん好きになっていってます。